金丸つねてんの磯です。今日はですね、どういう動画を撮るかということなんですけども、いつもですね、来てくださっている、中学生のですね、地元の中学生の方が今日、昼までですね、ハゼ釣りをやったんですけども、そちらの釣果をですね、報告に来ていただきました。それでは早速行きましょう。こちらのですね、ハゼを釣られたんですけども、ね、大きいもので17匹、17センチですね、のハゼがありました。こちらですね。で、いつもお世話になっている、こちら常連のお客様ですね、地元中学生のお客様です。どうもこんばんは。こんばんは。ね、朝早くから今日は釣りをしてきたということで、今日満足の釣果となったんではないでしょうか。それでですね、この17センチのハゼを釣った方は誰なんですか？俺っすね。俺っすか？本当かよ。本当だよ。ね、釣れたわけね。ね、これ、ま、ハゼ釣り自体が、結構初めてなのかな、これは。はい、初めてで。どうでしたか？で、この間海釣りとか結構ね、やったりとかしてるわけなんですけども、今日はまあ、初めてのハゼ釣りということで、まあ、感想をですね。まあ、それぞれ一言お伺いできればなと思っておりますけども。じゃあ。楽しかったですね。楽しかったですか。まだやりたいです。いや、まあ、まあ、ついてよかったです。そうです。俺、ハゼのものまで特訓したんだよ。行くぞあんね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 ん。だいぶ、いや、頑張ってたもんね、これね。ハゼのね、モノマネを頑張ってくれました。はい。こういう、こちらです。こちらですね、今は結構もう、この11月にもなる、ということで、まあ、台風とかね、27号とかって心配し、があったんですけどね、こういう形で、ハゼもですね、非常に、釣れております。日沼川ですね。はい。ねえねえ、直也くん。直也くんこれ、俺に似てる。そっくりだね。ほんと。そうだよ、ほんとに。親指が。親指が。また、ありがとうございました。今後とも、金丸釣具よろしくお願いいたします。見てくれてありがとう。